こんにちは。思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は赤ちゃん帰りをする中学生への対応法というお話をしていきたいと思います。私はですね、もともと公立の中学校で教師をしていました。現在は思春期の子育てアドバイザーとして年間3000組ぐらいの親子の勉強や子育てをサポートしております。まあそうするとですね、日々たくさんの相談がね、お父さんお母さんたちから届きます。本日もね、一つ相談来ましたので最初に読んでいきたいと思います。先生のメールを購読し始め、実践し行動していくことで子供との会話が増え、くっつくと気持ち悪いと言っていた娘が娘の方からくっついてきたり、学校での悩みを打ち明けたりと変化があり嬉しいなと感じております。ただ以前はできていた他人に対しての礼儀や思いやりに欠ける行動言動が見られるのです。まさに赤ちゃん帰りのような、こういった場合どのように対応したら良いのでしょうか。今回はね、こんな相談をいただきました。まあ、日々ね、私、まあ、メールマガジンも配信しておりますので、今回の相談者の方は多分ね、これをしっかり読んでくださっていると。そして読んでくださった結果、子供が非常に良くなってきたっていう状態ですね。これはもう僕にとってもね、非常に嬉しいことです。で、ただ、それが良くなっていったと同時に子供のね、悪い部分も出てきちゃった。まあ、これいわゆる赤ちゃん帰りとね、呼んでいるんですけど、まあ、こういったことよく出てきます。まあ、今回の相談者の方もね、うまくいってる部分はあるけど、悪い部分も出てきてしまったっていう、そんな状態です。じゃあ、この時に、どういうことを意識して子供に向き合っていったら、この悪い部分もさらに治っていくのか。本日はね、そのやり方についてお話ししたいと思います。もしこの動画を見てるあなた自身のお子さんも同じように、少しずつね、関係が良くなってきたと。でも、何かね、他の問題が出てきていたり、いわゆる赤ちゃん帰りの状態になっていたとしたら、ぜひ本日の動画見ていただければと思います。解決策がね、わかると思うので、そのね、問題行動をすぐにね、解決できるかなと思います。はい、最初にですね、子供が赤ちゃん帰りをする2つの理由という話をしていきたいと思います。まあ今回のね、相談者の方のように、子供にね、こう愛情を注いでいくと赤ちゃん帰りをするってことはよくあります。これ年齢に問わずですね、小学生、中学生、高校生、はたまたね、社会人の子供に対しても同じようなことって起こってきます。じゃあこれなんで、こういった赤ちゃん帰りのこと、状況になるかというと、理由は2つあるんですね。まず1つ目は、子供がですね、このままの状態が続くのか不安っていう状態です。どういうことかというと、まあ、今回の相談者の方のようにですね、例えば僕のメールマガジンとか今回のこういった YouTube とかをですね、日頃からこう見ていただいて、子供へのこう接し方を変えていきますよね。で、変えていくと子供は、あ、お父さんお母さんなんか変わったなぁという気持ちになります。で、変わったなぁって嬉しい気持ちがあるから、例えばね、今回の方のようにお父さんお母さんにひっついてくるとか、こういう嬉しい反応を示していくわけですね。ただし子供の中ではですね、本当に今のお父さんお母さんの状態がずっと続くのかなっていうのが不安なんです。だからその不安をちょっとね、試すような気持ちでわざと悪いことをする、これがまず一つ目の赤ちゃん帰りが起こる理由になります。で、もう一つ、こちら何かというと、過去に経験できなかったことを経験している、こういう状態です。どういうことかというと、本来の子供というのはですね、まあ、例えば幼稚園から、だいたい小学校年齢で言うと6歳ぐらいまでですね、6歳ぐらいまでの時に、お父さんお母さんから、もうたくさんの愛情をもらえます。そうすると子供っていうのはね、もう愛情に満たされて、じゃあ自立していこうとか、そういう風な気持ちになっていくんですね。ただ、この6歳までの状態で、何らかしらに愛情が欠けてしまうと、子供は未発達の状態で、小学生、中学生になっていくわけです。そうすると様々な問題が起こってくるんですね。で、今回の相談者の方のように、こういう未発達の部分をね、まあ僕のメールマガとか YouTube を通してここを補っていったと。すると子供はようやくこの小学校6年生までに満たすべき部分が満たされた状態になります。すると普通の子が起こすべき反抗期、まあ小学校のね、低学年とかで起こってくる反抗期とか、まあ今回の相談者の方のようにね、ちょっとね、その態度が悪くなるとか、そういったことが普通に起こってくるのは、まあ当たり前の状態なんですね。なので、今言ったようにね、きちんとした愛情が注がれると、本来経験していなかった、例えば反抗期とか、この礼儀が悪い部分っていうのが出てきてしまう。こういうパターンもあります。なので、もしお子さんが赤ちゃん帰りしているとしたら、今言った2つのどちらかが理由の可能性が高いので、一度、どちらかっていうのを確かめていただけるといいかと思います。
はい、次に引き続き愛情バロメーターを上げるという話をしていきたいと思います。じゃあ今回のね、相談者の方のように赤ちゃん返りが起こってしまったらどのように対応していくかというと、答えはすごくシンプルでですね、引き続き愛情バロメーターを上げていく、つまり子供にですね愛情を注いでいく、これだけになります。先ほど言ったようにね、2つの理由でね赤ちゃん返りが起こっていると言いましたが、例えばじゃあ前者、子供がね お父さんお母さんって本当に今までのこのままの状態続いていくのかなって不安になっている状態だとしましょう。この場合引き続き愛情を注いでいったら、いずれ子供はあ、お父さんお母さんやっぱり変わったんだなと、じゃあ引き続き僕にも愛情を注いでくれるから多分今の状態続いていくんだな、じゃあわざわざ試さなくていいなって気持ちになるわけです。なので引き続き注いでいけば解決します、このケースですね。でもう一つ、過去に経験できなかったものを経験してるっていうケースですね。この場合も同じで愛情がまあ満たされましたと。だけど、まあ小学校低学年ぐらいで起こってくるような反抗期とかちょっとね、無理合いな部分が出てきたと。でもここでも引き続き愛情を注いでいったら、普通の子が成長していくようにですね、まあ小学校が終わるぐらいになると大体落ち着いてきますよね。うん。なので、まあそういう状態になるまで少しずつね、こう待っていってあげたら、いずれ成長が満たされて、そういったこともなくなってきます。なのでこちらも同じように引き続き愛情を注いでいけば大丈夫です。まあ、ただしこちらね、子育ての基本になるんですけど、ダメなことはダメだっていうのは伝えていかないといけません。なので今回の相談者の方のようにですね、お子さんが例えば無礼な行動をしているんだったら、まあ、ちょっとそういう行動はねお母さんあんまり好きじゃないからやめてほしいなって感じで伝えていく、これはものすごく大事です。まあ、なので愛情を注ぎつつ、ダメなことはダメだと伝えていく、これがね一番の解決策になるかなと思います。はい、次にイエスマンになっていないか注意という話をしていきたいと思います。まあ、今回の相談者の方はね、少しずつこう良くなってきているよというふうに書いてあったので、おそらく大丈夫だと思うんですけど、たまにですね、子供が赤ちゃん帰りになって悩んでいる方の中にはですね、本当は愛情バロメーター上がってるんじゃなくて、ただ親がイエスマンになっちゃってるだけっていうケースが結構あるんですね。これ何かっていうと、もうダメなことやってても何も注意していない状態です。この状態になると子供は愛情バロメーター上がってるんじゃなくて、ただわがままになっちゃってるだけなんです。なのでこういう時はですね、きちんとさっき先ほど言ったようにですね、ダメなことはダメと伝える、これをやっていくことが大事になります。まあ、そうするとですね、愛情とこの干渉、こちらの両方のバランスでですね、子供はきちんと成長していけるようになるので、一度自分が今イエスマンになりすぎていないかっていうのをチェックしていただければと思います。はい、最後にですね、現在私は本日お話ししたような思春期の子供への接し方とかですね、子供の問題行動の解決方法とか、まあ、はたまた勉強ですね、子供の成績を上げていく方法とか、まあ、こういったものを日々 YouTube にアップしております。もしですね、本日の内容を少しでもお役に立てたのであれば、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しく思います。あとですね、現在私は、まあ、そういった話もしているんですが、それに加えてですね、思春期の子育て講座というものも無料で配信しております。この動画の右上のところからね、詳細確認できます。まあ、この講座ではですね、今日お話ししたようなこの愛情バロメーターっていう部分ですね、このそもそも愛情バロメーターとは何かって話とか、あとはじゃあ実際どのように愛情バロメーター上げていったらいいのかとか、あとはそれ以外のね、スマホ依存とか、まあ子供の勉強しない悩みとかに対してどのように接していったらいいのかっていうのを、まあ、さらに具体的にお話しする無料の講座になります。もしですね、こちら興味あったらぜひね、こちらもチェックしていただけると嬉しく思います。